こんにちは。今日はですね、9月20日に開催されます、JBBF のオールジャパンメンズフィジーク、自分が出るね、大会なんですけども、その展望についてね、語りたいと思います。はい。で、私のクラスですね、マスターズの172以下なんですけれども、出場人数は20人でしたね。はい。で、これ2年前、去年はコロナになかったんですけど、2年前はね、30人でちょっと人数は減ってるんですね。減ってるんですが、2年前のね、1位から4位まで、私この5位だったんですけど、1位から4位の上位選手っていうのはね、全部出場ということでね、結局のところね、上位陣の層は厚いというのは変わらない。なかなかこう、ね、そこの壁はね、高いのかなという、そんな感じはするんですけれどもね。で、他にもね、人数は減ってるんですけれども、地方大会のね、チャンピオン、あとブロックね、地方のちょっとブロック、もうちょっと広いバージョンのとチャンピオンとかね、いろいろ集まってきますのでね、非常にレベルが高いですね。普通のこう地方大会とはまたちょっと違う全日本大会ですのでね、高いにくくなるのかなというふうにね、思っております。でですね、去年のね、1位から4位の選手ね、2年前優勝されましてね、加藤選手ことね、加藤ちゃん、YouTube で有名な方ですね。はい。この方ですね、ちょっと YouTube やられてるんで、そのコンディションとかね、よく見れるんですけど、前の週にですね、ボディビルの大会ね、日本クラス別に出場されるので、コンディションね、かなり、良さそうですね。バリバリに絞れた状態で来られると思うのでね、はい、もうこれ、田村選手ね、はい。2位と言うんですけれども、今までのずっとのチャンピオンをやられ、チャンピオンだったんですね。で、さらに世界のマスターズのね、チャンピオンも取られてるね、絶対的王者の、しかも顔もイケメンっていうね、の選手なんですけれどもね。動画とかで全然出されてないので、今のコンディションちょっとわからないんですけれども、今年49歳なんですよね。49歳で自分の、その40歳以上ね、カテゴリー、最後になるんですね。来年からも50歳以上になるんでね。そういうこともありますのでね。必ずね、仕上げてこられると思いますのでね。はい。非常にね、ちょっとこう、強敵。強敵というのもおこがましいんですけどもね。はい。一緒にね、並べさせていただくだけでね、どれだけこうね、食い下がれるかということでね。はい。楽しみにしております。はい。で、3位のね、関口選手ですね。はい。去年、ジャパンカップでね、ゴールドジムジャパンカップ11月の、ね、29日に、一緒に並んでるんですけど、私その時準優勝だったんですけど、その時優勝されたという形でね、その去年は自分もね、過去一までね、結構仕上げた、んですけれども、それでもちょっと及ばずですね、負けてしまっているのでね、今年もですね、インスタとか見る限りはね、動画とかあんまり上げられてないんですけれども、仕上がってる、というような感じのことはね、おっしゃられていましたのでね。はい。非常にね、楽しみではあるんですけれどもね。超手強い相手ですね。はい。少しでもね、ちょっとこの差をね、埋めることができたらいいな、というふうに思いますね。ちなみに関口さんもね、2011年のね、ボディービル、ね、ミスター千葉取られてるんですね。ボディビルの方ね、多いですね。はい。加藤ちゃんさんもね、ボディビル、ね、出てますしね。で、田村さんもね、昔ボディビルされてますね。はい。で、4位の島田選手。こちらね、NHK の筋肉体操に出演されてるね、イケメンマッチョの歯医者さん、ハイスペックですね。はい。デカさ、バランスね、兼ね備えてね。2年前はね、4位だったんで、その前はね、ずっと田村さんと優勝争いされている方、2位とかね、強豪の選手ですね。はい。で、この方もね、2010年ね、ボディービルでね、東京オープン優勝されてるんですね。ですのでね、やっぱりコンディション作ってくるのとかね、やっぱりうまいというかね、その辺はね、確実に、オールジャパンに、ね、合わせてね、コンディションを作ってこられると思うのでね、こちらも全然、ちょっと全然、こう動画とかね、画像とかインスタとか上げてるの見たことないのでね、わからないんですけれどもね。はい。必ず、非常にね、いいコンディションで上がってこられるのかな、というふうにね、思ってます。はい。でもね、その4名ね、以外にもですね、各地方大会のチャンピオンとかね、いらっしゃるのでね、全くもってね、油断はできないですね。とりあえずね、目標としてはですね、
決勝は絶対行きたいですね。決勝行きたい。決勝行ったら、またね、次の年のオールジャパンのね、権利。あ、そうか。次の年のオールジャパンの権利は、12位で行けるのかな。今年のオールジャパン12位で確か行けたと思うんです。ただまあ、その辺のね、レギュレーションというか、クオリファイは変わるかもしれないので、まあ、6位まで取っておくとね、まあ、確実ですね。はい。クオリファイはね、取っておきたいのでね、まあ、とりあえず決勝行きたいですね。決勝行って、で、まあね、ちょっと、ね、上位の方たちとね、並んでね、競れたらいいなっていうふうにね、思ってます。はい。で、まあ、自分もね、2年前に比べてね、だいぶ進化したつもりです。はい。まあ、ポージングもね、2年前よりはね、だいぶ改善されてきたと思いますしね、日焼けについてもね、だいぶ頑張ってます。はい。過去一でね、頑張ってます。はい。で、筋量についてはですね、まあ、仕上がり体重的には、あまり変わらないかもしれないです。このままいくと。はい。ただまあね、質感とかはね、かなり2年前に比べてね、上がっていると思いますのでね。はい。まあ、自分もね、進化したところをね、この上位の選手とまた並んでね、ちょっと見せたいなというふうにね、思ってます。はい。まあ、もう、おそらくこの大会、今季、最終戦になりますので、ちょっとまあ、ほんま年末にね、オールジムジャパンカップ出ようかなと思ってたんですけど、ちょっとこれ、ね、仕事の関係で、出れなくなりそうなので、もうおそらくこれが最終戦になるので、ちょっとね、もう、もうわずかなんですけど、ギリギリまでね、粘って頑張ってね。はい。で、ちょっとね、オールジャパンのね、ステージで恥ずかしくない姿で、はい、なんとか出場してね、少しでも上位にね、食い込みたいと思います。